ショットには結構自信があったので、あのショットでスコア作れたらなと思ってたので、まあ、その予定通り自分の思い通りにショットは打ててたので、スコア自信になったかなと思います。お、ちょっと知らなくて、はい、あの結構早い方のスタートだったので、はい、あでもスコアとか大体自分では予想できるので、でもいいとこいるのは大体分かってたんですけど、順位がとかは全然分かんなかったです。はい、もうずっと自分のプレーできたらなと思いながら、いやでもあの3パットのボギーだったんで、17、18でバーディーバーディーで戻したいなとは思ってました。私自身の反省点はやっぱり3パットのボギーかなと思います。うん、ボギーのその内容が3パットっていう部分が、その、まあ、自分パッティング結構課題にしてるので、あパッティングでボギーしちゃったなっていう感じですね。試合自身も久しぶりだったので、あのすごい試合感、緊張した感じがあの味わえて、また次頑張ろうと思います。ちょ、予定が合えばまたぜひ出たいです。はい、どんなプレー、でもどんなプレーがしたいですかね。あ、はい、優勝また狙いたいです。はい、立浦琴奈です。今回放送を見ていただいて応援してくださりありがとうございました。これからもまだまだ頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。前半はすごいパターとかも入って流れも良かったんですけど、13番で短いの外してからちょっとパットが嫌になって、でボギーボギーで終わったのがすごい悔しくて、優勝した嬉しさよりもちょっと悔しさの方が大きくなっちゃいました。13番で本当にもう短いお先のやつを右に外してから、ちょっとなんか感覚がおかしくなっちゃって、なんかショートパットがすごい嫌になっちゃってで、まあ、ボギーボギーになっちゃいました。1番でバーディー取れたので、そこでちょっとミドルパットの調子はすごい良くて、で最後ぐらいあのプレーオフの優勝パットぐらいのも結構入ってたので、そこら辺は良かったんじゃないかなって思います。順位はたまに見てました。はい、でもあまり考えないで、あの17番でバーディー取りたかったので、もうそういうプレーに集中してて、でもそれがちょっと不運でバンカーのピッチについちゃって、そこからすごい流れが悪くて18番もボギっちゃったのがちょっと悔しいです。1ホール目はあの18番の最後のセカンドがショートしちゃったので、ちょっと乗せたくてちょっと大きめに打ってしまって、で、まあ、向こうもパーだったんで、まあ、無理に狙いに行かずに、まあ、寄せながらも狙いながらって感じで、そうですね、2ホール目は1ホール目よりも飛んでなくて、あのちょうどいい距離の番手があって、それでフルショットでちょうど、まあ、2、3メートルぐらいについてくれたので、で今日そのぐらいのパットも調子良かったので入ったって感じです。でも見えないのでどんくらいについてんだろうっていうのはありました。はい、みんなですはい、あ確かにそうですね、何もしてないんですけどね皆さんいつも応援ありがとうございます。2勝目というご報告ができて嬉しいです。でもまだまだレベルアップできるところが今日も見つかったので、これからも頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。